こんにちは。今日は初心者の人向けに電子工作を始めるのに必要なものを紹介していきたいと思います。ここに置いてあるのは普段私が電子工作をするのに使っているものです。電子工作を始めるにあたって初心者の方はここに揃えてあるものを全部揃えてあげる必要はなくて、例えばこういったブレッドボードであったりアルディーノ、マルチメーターだったり、そういったのがあれば電子工作はすぐに始めることができます。値段の高いオシロスコープは必要ありません。電子工作を始めてもう少し本格的にやりたいと思った時にこういったものを揃えればいいんです。この動画は電子工作を始めたいんだけど何から道具を揃えればいいかわからないという人向けに作ったものです。普段私が使っている工具であったり測定器類であったり、そういったものはこの動画ではカバーしきれないので、また別で動画を作る予定です。まず一つだけ言わなきゃいけないことがあります。それは何かというと、予備知識が全くない状態で電子工作を始めるのは難しいということです。例えば電気回路の直並列回路に流れる電流値を計算することができる程度の知識は必要だと思います。それ以外にもダイオードに流れる電流値を決めるための抵抗値の設計ができるだとか、このような計算ができれば十分だと思います。こちらの直並列回路の計算なんかは高校卒業程度の電気回路の知識があれば十分にできることです。予備知識がなくてもこんな計算すぐできるようになりますから、とりあえず電子工作を始めてみるという選択肢もありかもしれません。まず最初に必要なものがブレッドボードです。ブレッドボードは何かというと、部品を刺すだけで回路を作れる板のことです。ブレッドボードの特徴としては横の列が全部つながっていることが特徴です。このブレッドボードの場合だと横に5つ穴が開いてますけど、この5つの穴は全部中でつながっています。なので5つまで部品を刺すことができます。赤色の縦方向の穴については中で全部縦方向につながっています。青の穴についても同様です。これは LED を電源に接続する回路です。 LED のアノード側を電源のプラスに、カソード側をこちらの穴に刺します。LED のカソード側の穴に抵抗の片一方の足を差し込んで、そして抵抗のもう片方の足をマイナスに差し込むと、このように LED が光ります。今こちらのブレッドボードで何をしていたかというと、この回路を作っていました。 LED を過電流で壊さないためにも抵抗値を設計してあげる必要があります。このような設計にある程度の電気回路の予備知識が必要になります。次に必要なものはブレッドボードと関係しています。ジャンプワイヤーです。ジャンプワイヤーはブレッドボード上に別の配線を作るときに使います。 LED と抵抗、ジャンプワイヤーを使って接続します。こんな感じでジャンプワイヤーは離れたところに部品があっても接続することができます。ジャンプワイヤーを使うことでブレッドボード上に自由に部品をレイアウトすることができるので設計の幅が広がります。ジャンプワイヤーには2種類あります。1つ目が複線式のものです。2つ目が先ほど使っていた単線式のものです。複線式のジャンプワイヤー、柔らかくて使いやすいと思っていたんですけども、今はおすすめしません。なぜかというと中のワイヤーが断線しやすいからです。特にこの部分でよく断線しています。昔断線したまま回路を組んでデバッグ作業に数時間を費やした思い出があります。こういったことから最近は複線式のジャンプワイヤーはほとんど使わないで、単線式のジャンプワイヤーだけを使うようにしています。次に必要になるものがマルチメーターです。マルチメーターは電流、電圧、静電容量なんかを測ることができます。マルチメーターからはこのように線が2つ出ています。この2つの線を測定したい箇所に当てることで電圧であったり電流であったり抵抗値を測定できます。例えば抵抗値を測ってみたいと思います。これは抵抗です。この抵抗に線を押し当てます。そうするとマルチメーターには 0.98 オームの表示が出ました。これは1キロオームの抵抗です。このようにして抵抗値を測定することができます。これ以外にもダイオードの両端にかかっている電圧を測定したり、抵抗の両端にかかっている電圧、
あとは電源電圧を測定したり、こういった時に非常にマルチメーターは役立ちます。ブレッドボード上で回路を組んで、回路は正しく組めていたのにブレッドボードまで電圧が来てなくて回路が動いてなかった、電圧をマルチメーターで測定したらその原因が分かった、なんてこともあります。次に必要になるのが電源です。とりあえず 5V の AC アダプターがあれば十分だと思います。なぜ 5V で十分かというと、電子部品、例えば IC であったり、そういったものは 5V で動作するように設計されていることが多いです。この後紹介するアルディーノも 5V で動作するようになってます。なのでとりあえず 5V があれば十分です。 AC アダプターを買った時に注意することが一つあります。このままの状態だと AC アダプタの出力をブレッドボードに接続することができません。なので変換用のジャックを使ってこのようにブレッドボードに挿してあげる必要があります。次に必要なものはアルディーノです。初心者向けに何が必要か悩みました。結局アルディーノにしました。なぜアルディーノにしたかというと、幅広く電子工作を始められると思ったからです。アルディーノに関する情報はインターネット上にたくさんありますし、そして書籍もたくさん出ています。そういったものから電子工作をスタートさせるのが一番初心者の方にとっていいんじゃないかと思いました。初心者の人が簡単にスタートできて、簡単に情報を集めることのできるもの、つまりアルディーノが電子工作の初心者には最適です。アルディーノの何がいいかというと、パソコン1台とちょっとした電子部品があればすぐに電子工作をスタートできることです。例えばアルディーノを使って LED を交互に点灯させたり、サーボモーターを動かすこともできます。アルディーノにもいろいろ種類があります。こちらに持っているのはアルディーノナノ、こちらに持っているのはアルディーノメガです。一番有名なのはアルディーノウノです。こちらのアルディーノナノとアルディーノウノについてはできることは同じです。ただサイズが違います。アルディーノナノの方が小型です。アルディーノナノかアルディーノウノ、どちらがおすすめかなんですけども、正直どちらでもいいと思います。ただ私の場合はアルディーノナノしか使えません。アルディーノウノは使ったことがありません。なぜかというと、アルディーノナノはサイズ的に非常に小さいですし、そしてこちらのブレッドボードに挿して使うことができるからです。ブレッドボードに挿して使えるので、プロトタイピングがすごいしやすいんですね。こういった理由からアルディーノナノを使っています。もう一つアルディーノについてなんですけど、純正品か互換品かどちらか選ぶ必要があります。純正品についてはそれなりの値段がします。アルディーノナノの純正品はいくらかというと、だいたい2000円くらいです。一方でアルディーノナノの互換品はいくらかというと500円くらいで買えます。基本的には純正品を買っておけば間違いはないと思います。パソコンとアルディーノがあったら次に必要なのは部品なんですけども、正直部品については種類がたくさんありすぎて、どれを買えばいいかってのはわからないんですね。そういった人のために電子工作のスターターキットがあります。スターターキットはどんなものかというと、電子工作を始めるのに必要なものが詰まったセットです。例えばブレッドボードであったり、ジャンプワイヤー、あとは抵抗 LED、 そういった部品がセットになっています。そういったスターターキットを買ってみて電子工作を始めるのをおすすめします。次に必要なものなんですが、これは人によって分かれると思います。アルディーノを買ってみたけど、どうやってプログラミングするのかわからない、多分そういう人も結構いると思います。アルディーノはインターネット上にたくさん情報があるので、そういったところから情報を仕入れて自分で動かすこともできます。例えば LED を点滅させるやり方であったり、サーボモーターを動かすやり方などです。ただそういった情報ってのは断片的にしか得ることができなくて、体系的にまとまってるものってのはなかなかインターネット上で見つけることはできません。そういった時にどうすればいいかっていうと、書籍なんかを使う方法が一番いいと思います。書籍の場合は非常に体系的にまとまっているので、初心者の人が見ても非常に分かりやすくできてるんですね。そういったことから、もしインターネット上で情報を探すのを諦めた、そんな人がいたら、ぜひ書籍を使ってみてアルディーノのプログラミングをしてみてください。ここまで説明してきたものが、とりあえずこれから電子工作を始めたいと思う人に必要なものです。人によってはもうちょっと必要なものについて違いがあるかもしれませんが、そこら辺はコメント欄でコメントしてくれる人がいるので任せたいと思います。
これからもう少し説明したいと思うんですけども、これから話すのはもう少し本格的に電子工作をやりたい人向けのものです。まずはじめに紹介したいのが、電子部品を入れるための部品箱です。電子工作を長い間やってると、使う部品の数が増えてきて収納スペースが結構いるんですね。そういう時には似たような部品は全部このようにまとめて部品箱に入れています。例えばこの箱にはマイコン関係の部品が入っています。こちらの部品ケースはモノタロウで買いました。こんな感じでキャパシタ類がたくさん入っています。あとはこんな感じで端子類をたくさん入れたりだとか、そういったことにも使っています。細かい部品をたくさん入れるのに使っています。この部品箱には抵抗を入れてあります。この上の部分に抵抗値のレンジを書いておけば、そのレンジ内の抵抗値をこの間に入れて保管することができます。こんな感じでね、ケースに入れて部品なんかを保管しています。棚に入れるタイプの部品ケースもありますが、そっちでもいいと思います。次あった方がいいものなんですけど、ハンダゴテとその周辺の道具です。こちらのハンダゴテはどういった道具かというと、こちらのハンダという金属を溶かすための道具です。例えばこういったプリント基板に部品を固定するために使います。ハンダ付けをより簡単にするためにフラックスと呼ばれるものを使うこともあります。フラックスを使う場合はハンダ付けしたい部分にこのように塗ります。そしていつも通りにハンダ付けすれば OK です。ハンダ付けを間違えてしまった時に余分なハンダを吸い取るためのハンダ吸い取り器というものもあります。ここを押して、そしてここのボタンを押します。空気の力でハンダを吸い取ります。次に何があった方がいいかというと、ユニバーサル基板とスズメッキ線、あとこちらの電線ですね。これがユニバーサル基板です。ユニバーサル基板の裏面はどうなっているかというと、このように丸い銅箔がたくさんあります。こちらの銅箔と基板には穴が開いていて、こんな感じで穴が開いているんですね。ここの穴に部品を通して、そしてそこをハンダ付けします。こちらのユニバーサル基板、どういう時に便利かっていうと、ちょっとした小規模の回路を作る時に便利です。これは以前作った自動霧吹きです。ここの回路部分を作るのにユニバーサル基板を使っています。ユニバーサル基板の裏面を見てみると、この部分にスズメッキ線が使われています。そしてこの部分には導線、配線が使われています。このようにユニバーサル基板とスズメッキ線、そしてこちらの線を使うことによって自由にレイアウトすることができます。なので小規模の回路を作るのには非常に便利です。回路規模が大きくなってくるとユニバーサル基板だと大変なので、プリント基板を製造したりします。これから説明するのは電子工作にのめり込んでしまって、かつお金に余裕のある人向けです。まず一つ目が関数電卓です。普通の電卓を使ったり、マイクロソフトの Excel を使って計算とかできると思うんですけども、やっぱり関数電卓を使うと便利なんですね。まず電卓全般に言えることなんですけど、手元に置いておけるんで、ちょっとした計算すぐできるんですね。パソコンとかで計算しようと思うと、パソコンの前に移動して、そしてキーボードを打ってマウスをいじってとか、いろいろあると思うんですけども、関数電卓を使うと、まあ、こんな感じでちょちょっと文字を打ってあげるだけでできるんですね。関数電卓の何が便利かっていうと、いろいろな関数が使えるんですね。例えば三角関数であったり、割り算であったり、ルートの計算であったり、あと自然対数の計算なんかもできたりします。こんな感じでちょっとした計算がすぐに実行できるので、関数電卓はものすごく便利です。関数電卓の価格なんですけど、だいたい2000円くらいから Amazon で売ってます。まずはじめに紹介するのがこちらの電源です。こちらの電源は特定の電圧を出すことができます。いろいろ電子工作をやってると、特定の電圧、例えば 5V が欲しい、9V が欲しい、15V が欲しい、24V が欲しいってことがあります。そういった時にこの電源があると、欲しい電圧をすぐ出すことができるので非常に便利です。この電源は新品で購入しましたが5万円くらいでした。
ヤフーオークションとか見てみると、電源の相場はだいたい1万円くらいから始まる感じです。そういった中古を狙ってみてもいいかもしれません。ただ中古品については完璧に動く保証はないので、完璧なものが欲しいなら新品を買うことをお勧めします。次に紹介するのはオシロスコープです。オシロスコープでは電圧の波形を見ることができます。画面に映っているのは 14kHz の制限波です。14kHz の波形というのは人間の目ではもちろん見ることができませんので、このようなオシロスコープを使って見ることになります。オシロスコープの使い方の例を一つ挙げてみたいと思います。こちらの青色 LED 光ってます。どのような電圧を与えて光ってるか皆さん分かりますか？当然私も分かりません。どのような波形が LED に引火されてそして光ってるかっていうのはオシロスコープを使って見てみないと分かりません。オシロスコープに映っているように 10kHz の波形が LED の両端にかかって、そして LED を光らせています。オシロスコープを使うとこのようにどのような波形が来ているのかというのが分かります。こちらのオシロスコープ、新品で購入して5万円です。4チャンネルあって 50MHz です。もし FM ラジオとかを作ってみたいんだったら 200MHz くらいまで測定できるようなオシロスコープを購入することをお勧めします。でこちらのオシロスコープについてもヤフオクとかで中古でゲットできるものがたくさんあります。ただ中古ですので動作の保証というのはされていません。こちらも完璧が欲しいようなら最初から新品を購入することをお勧めします。例えばテクトロニクスとかから出てるようなオシロスコープありますね。そういうのは新品で買うとだいたい200万円から300万円くらいします。そう考えるとこういう安いオシロスコープを1台くらい持っていてもいいかもしれません。最後になりますが、こちらのファンクションジェネレーターです。ファンクションジェネレーターどういうものかというと、その名前の通り波形を生成するんですね。特定の波形が欲しいみたいなことがたまにあるんですよ。そういった時にこちらのファンクションジェネレーターを使ってます。例えばこの場合だと制限波であったり、まあ矩形波であったり、こんな感じで三角波、ノコギリ波、逆方向のノコギリ波、こんな感じでいろいろ出せます。もちろん周波数もこのように変えることができますし、振幅についてももちろん可変です。このようにファンクションジェネレーターいろいろな波形が出せるので便利です。自分の場合ファンクションジェネレーターはなくてもいいけど、まあ、あった方がもうちょっと工作の幅が広がるかなといった感じですね。とりあえずこれから電子工作を始めたい人や電子工作初心者の人向けに必要なものであったり、あった方がいいものを紹介してきました。この動画を見て電子工作に必要なものやあった方がいいものありましたら、ぜひコメント欄に書いてください。そしてみんなで共有しましょう。最後になりますが、もしこの動画が役に立ちましたらコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは動画のご視聴最後までありがとうございました。